いや。こんな時代が。あの時は大変だったなって。明日すぐに時期が来てくれればいいけど。あと2年だな。あと2年。うん。治療薬今作ってて、多分2年後に出るんじゃない。治療薬さえできちゃえば。インフルエンザかなり。そこは何ができるんですか。ここ、いや、向こう、あっち。ああ、これも宅地開発じゃないの、おそらく。住宅開発が多分どんどん進めていくっていう、そういう施策があると思う、そのエリア。はい。そこら辺もたまに言うたんだよね。